夢のようなクリスマスで始まった冬休み。一緒にスケート行ったり、初詣に行ったり、なんてことは一切なく、それどころか、京也くんと連絡すら取れないまま。どうして？もう始業式です。冬休み、あっちゅう間じゃなかった？なんか夏休みもこんな感じだった。あ、京也くん！おはよう。それから明けましておめでとう。飼い主見つけて飛んでくる犬かよ。新年初京也くん。だって冬休みメールも電話も全然繋がんなかったし、京也くん何してたの？まあ迷惑メールがうざかったんで電源切ってた。お前のこととは言ってねえだろ。え、そうなの？なんだ、ほっとかれてまたビービー泣いてたのか？泣いてません。だってこれがあるからね。京也くんの言ったことちゃんと覚えてるよ。お前は俺のものだって印だから絶対忘れんな。おかげさまでちょっとやそっとじゃ動じない精神になりました。ずいぶん余裕じゃねえか。え、でも要するにお前をいつ捨てるのも俺の気分次第ってことだ。そん時はそんなもの何の意味もないからな。意地悪。でも私のこと特別だって思ってくれてるんだよね。恋愛感情じゃなくて動物愛かもしんないけど、私頑張る。犬から彼女にレベルアップするその日まで、まずはあのイベントまで一気に突っ走る。あることなんて求めたりしないよ。ただあなたに従うの。愛の主なんて元から知らないよ。ただあなたと言いたい。 Hawaii I know 変わるワンワンでしょ。そのくらい楽にやるわ。別にこれくらい大したことないでしょ。とか言って無理してちょっと背伸びしてるくせに。あ、年上彼氏に大人だって思われたいんだよね。バカじゃないの。つかあんたはどうすんの。あーしは明日2人でケーキ食べるんだ。エリカは？もちろん作るよ、チョコ。マジで？よくそんなめんどいことすんね。やっぱちゃんと気持ち込めたいし。なに？売り物だと愛がないって。あ、違う違う、あたしなりにっつう話。自己満自己満。何作んの？いや、それがまだ決まってなくて。あの、いいじゃん、簡単なので。あ、でもせっかくだし、頑張りたいな。すみも、ならあるさ、毒味してあげるからさ、持ってきな。自分が食べたいだけでしょ。草壁くん、何か用だったんじゃないの？あ、僕今日日直なので数学のノート。オッケーオッケー、後で3人まとめて持ってくよ。ごめんなさい、お願いします。草壁のやついつからいたの？もっとでかい声出さなきゃわかんない。イベント嫌いの京也くんでもチョコ受け取るぐらいなら
問題ないでしょ。どんなチョコがいいかな。どんなんだろうが興味ねえよ。甘いもん嫌いだし、押し付けられた分は全部タケルに食わせるしな。毎年迷惑なんだよ。一番鬱陶しいイベントだ。そうなんだ。ああ、京也くんにチョコ作りたかったな。イベントバカめ。え？チョコっつうてもいろいろあんだろ。食えるもん持ってくるなら受け取ってやらなくもない。こんなん私めっちゃ調子乗っちゃうんだけど。おっせえな、早くしろよ。すみません、ちょっとお財布が。草壁くん、ごめんなさい、全部戻してきます。私が払います。篠原さん。大丈夫、後で返してもらうから。いくらですか？2800円になります。すみません、すぐお金持ってくるんで。お家の住所。いいよいいよ、明日で。私家でやることあるし。ごめんなさい、僕なんか全然親しくもないのに迷惑かけてしまって。いいって、困ってる人見るとほっとけないたちだから。私どっかかっこいいこと言いたいんだけど、いいことして気分良くなりたかっただけなんだよね。だから本当気にしないでね。はい、ありがとうございます篠原さん。あの草壁くんってそんな顔してたんだね。すみません。え、なんで謝んの？だって僕女の子みたいな顔してるし、それに体も細いから昔からよく気持ち悪がられてて。お化けみたい。だから近づくと不快感を与えてしまうんじゃないかと思ってしまって。ネガティブ。篠原さん、あの、草壁くん全然不快じゃないよ、むしろ癒される。そんな気を使ってくれなくても。本当だって、携帯の待ち受けにして眺めてたいくらい。やめてください、そこまでフォローしてもらうと申し訳なくなっちゃいます。もう何でもかんでも否定して本気で言ってる人に対してすごく失礼なんじゃない？草壁くんが何か言われてるとしたら、その卑屈な態度が表に出ちゃってるからじゃないかな。ごめんなさい。ごめん、別に怒ってるわけじゃないよ。いろいろ損してるなって思っただけ。とにかく草壁くん見て不快になんて絶対誰もなんないから、自信持って普通にしたらいいんだよね。ありがとう篠原さん。すぐに自信は持てないけど、うつむく癖直すように頑張ってみます。うん、頑張れ。そういえば篠原さん、帰ってすることがあるって。あ、そうだ、忘れてた。じゃあまた明日ね。はい、また明日。よーし、今度は形完璧。うわー、これならあいつもケチつけようないでしょう。篠原さん。草壁くん、おはよう。聞いて篠原さん、さっき何人かに思い切っておはようって言ってみたんだ。そしたらちゃんとおはようって返してくれたよ、普通の顔で。ね、言ったでしょ。みんな僕のことなんかどうでもよかったんだ。その言い方。確かに僕の方が人を斜めに見てたのかもしれないです。篠原さんのおかげで気持ちすごく軽くなった。昨日も思ったんだけどさ、草壁くん前髪こうやってさっぱりしてみたら絶対すごいモテるよ。そんな、いいよ。なんで？草壁くん優しそうだし。エリカ、おはよう。京也くん、どうしたの？寒かったからさ。エリカ体温高いでしょ。湯たんぽ代わりにしないでよ。嫌だ。嫌じゃないけど。じゃあ僕先行くね。うん。
さ、はたから見たらこれバカップルにしか見えないんじゃないかな。ああそうだな。もう雑。それより今お前と話してたあの地味なやつは何だ。え、草壁くん、同じクラスの人だけどなんかあんの。別に。あのさ、今日ちゃんと持ってきたからチョコ。失敗するの期待してたんだがな。残念でした。お昼に渡すから中庭のベンチで待ってて。ああわざわざめんどくせえ。約束だからね。しょうがねえな。篠原さん大丈夫？顔色悪いけど。ああ顔色がいい日の方が少ないから気にしないで。そう？あ、チョコ手作りだね。彼氏さんにあげるの？うん、昨日の夜はこれ作ってたの。そう、喜んでくれるといいね。草壁くん？あ、僕は毎年バレンタインって憂鬱だからつい。やっぱり前髪さっぱりしてみたらチョコもらえると思うよ。あ、別にそういうことで憂鬱なんじゃなくて、僕よりお母さんとお姉ちゃんが異様にへこむんだ。こんな風に産んでごめんね。お願いだからあっちに走らないで。草壁くんの家族っぽい。そこまで心配かけてる自分が辛くて。いいよね、義理だし。じゃあ頑張ってね。待って。ん？はい、これで家の人安心させてあげて。あ、いいよ、僕そんなつもりじゃ。それにそれ彼氏さんの。たくさんあるし平気だよ。いいから。